はい、皆さんこんにちは、青ひげ先生です。いかがお過ごしでしょうか。今回もね、長い話になりそうな予感がしておりますが、このタイミングでライブハウスのノルマ論争について話を蒸し返してちょっといろいろお話ししたいなと思っております。まあ、蒸し返すというか、この論争、ノルマ論争っていうのは根本的に解決っていうわけではないと思うんですよ。まあ、今までね、そのやっぱ新型コロナウイルスの影響でライブハウスが休業してたっていうのもあって、そのせいで落ち着いてたっていうような、そのノルマ論争どころじゃなく休業してたっていうこともあったので、表に出てきてなかっただけで、多分この先またね、ライブハウスも稼働し始めるとこのノルマ論争っても出てくるかなと思ってるので、先に蒸し返しとこうかなと思ってちょっとお話ししたいと思います。いろんな要因があると思うので、まあ僕なりの考えだとか、まあお店側のまあそういう意見とか演者側の意見とか、そういったところをまあひっくるめてちょっとお話ししたいなと思ってるんですけれども、でこの緊急事態宣言、もうね、全国的にも解除されまして、で、まあ、ライブハウスの稼働も、まあ、6月入ったら基本的にできるようになると。特にね、まあ、京都とか兵庫なんかは、6月1日からもう普通にやってもいいというようなことになってまして、ただね、やっぱこういうご時世なので、必ず感染症対策ですね、まあ、消毒液用意したりだとか、あとはまあ、そういう換気の対策とか、そういったことはね、絶対しないといけないと思うんですけれども、あとはね、無理やりそのお客さんをたくさん入れて、こう、密の状態を作ったりとかっていうのは多分なくなると思います。ちょっとやり方は変わると思うんですけれども、まあ、通常稼働するかなと思っております。なのでね、まあこの今後そのチケットノルマっていう考え方とかもまあ多少変わってくると思うので、そのあたりもちょっとね、一緒に今回考えていきたいなと思っております。でこのまあチケットノルマ論争っていうのをできる限り整理をしてですね、その演者とか、あとはまあそのライブハウス側とかがですね、まあ亀裂が生まれないように持っていけたらなと思って今回お話しさせていただきたいと思います。でかなりね、これ演者目線であったり裏方目線であったりって形でお話しするので、あんまりね、こう普段音楽聴く専門、ライブハウス行く専門の人にはちょっと向いてないかなと思うので、そういう方はご退出いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、まずね、チケットノルマってどういうもんかっていうのをね、軽く言っておくとですね、会場にもよります。ライブハウスとかお店にもよって、全然条件とか変わってくるので、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、例えばですよ、その2000円の、1枚2000円のチケットを10枚っていう形で演者にノルマを課して、まあ、それを裁かなかったら、まあ、演者が負担しますよとか、まあ、10枚以上売ったらその分バックしますよという形で、まあ、要はそこのライブに出るにあたっての最低限の条件というような考え方ですね。こういうのを課してるところが多かったりします。ただね、ノルマではなく、まあ、機材使用料とか、設備管理費とか、そういった別な名目で、お金を徴収しているケースも、まあ、あったりします。でそもそもね、このチケットノルマっていうのがね、まあ、よくネットでも出てるんですけれども、ノルマを取るイコールも悪どい商売をしてるみたいな、そういう考え方が結構出回ってたりしてて、まあ、そのせいでどうしても演者とお店側がねバトルをしちゃったりっていうようなところをね、よく見かけたりするんですけれども、そもそもノルマが悪なのか悪いことなのかっていうところ、ちょっと僕の考えも言いたいと思うんですけれども、でまずね、そのライブハウス側としてはどうしてもね、やっぱりライブをするにあたってお金がかかってしまうっていうのがあって、まあ、家賃とかね、あとは機材もたくさん使ったりするので、その設備維持費とかね、あとはまあスタッフも、照明のスタッフ、音響のスタッフ、まあ、ドリンク作るスタッフだとか、スタッフもね、人件費とかもかかってきますので、そういったところをね賄わないといけないっていうふうに考えると、ノルマっていうのはまあ、必要ではないかというふうに、言われてます。まあ、僕もね、そういうふうに思います。やっぱりね、タダでライブするっていうことはできないと思うので、必ずお金はかかってくるので、このノルマっていうのはある程度必要じゃないかなとは思います。ただね、その演者側の言い分としては、やっぱり僕自身も、同じような考え方ではあるんですけれども、自分の音楽を表現するにあたって、表現するために、なぜ自分が持ち出しをして、お金を他に払って表現をしないといけないんだと。逆に自分が演奏するからにはお金をいただかないという、いけないだろうというような言い分もあったりするんですよ。だからむしろライブハウスに出るにしてもギャラをよこせとやっぱりあったりするんですよ。で特に最近はやっぱりネットとかでも特に多くあるんですけれども、その自己啓発的な、そういうまあビジネス的な
そういうアドバイスをする方も今たくさん出てきてるんですよ。で、そういう方の発信っていうのはやっぱりね、自分の音楽にはしっかり価値をつけろと、安売りするなと、で特にタダで自分の音楽を売ったらダメだみたいなことを強くやっぱり言ってる方が多かったりするんですね。その辺ね、僕も同じことを全く思ってます。絶対自分のその編曲だとか、どこかでライブ演奏したりとかっていう風にするのに、タダで、頼まれてタダでやったりってことは基本的にないです。そういう考えもね、どんどん浸透してきてるせいで、だからライブハウス側のその必要経費がかかる、ライブするにあたってお金がかかるんですよっていう考えと、演者もお金が必要なんだと、持ち出しするのはおかしいでしょうっていう、この2つがね、どうしても距離感が出てきてしまってるせいで大きな溝ができてるんだなっていう印象があります。その溝を埋めるためっていうのをどうしたもんかなっていうふうに思うんですけれども、問題点のところから、整理をするとですね、僕が思うにね、演者側にちょっとね問題がある人が多いんじゃないかなっていう印象があって、やっぱり演者側ってお金の流れとかお金のことを理解してる人がね、すごく少ないような印象があるんですよ。全員ではないです、もちろん。音楽で成功するために今はやりたくないバイトをずっと続けてて、いつか成功してやるぞと、でも結果的にそのバイトが忙しすぎて全然音楽に専念できてないっていう人結構たくさんいると思います。昔の僕も同じような感じだったんですけど、そんな感じの人に限ってお金のことを理解してない人がとてもとても多いような気がしております。こういう人ってやっぱり、ディスるわけではないんですけれども、あんまりこう社会に出てなくて、お金の動きとか流れとかそういうのわからないで音楽をやってたりとかするっていう人が多かったりするので、多分ね、そういうお金の流れがポイントになってくるのかなと思っております。こういう演者側の問題が一つあると思います。で、あとお店側にも全く問題がないといえばそんなことはないなと思ってまして、お店側もね、これまたね、いつかこのライブハウス側の、気になるそういう問題点とか課題とかそういうのもね、お話ししたいなと思ってるんですけれども、細かいところはちょっと省くんですが、例えばね、そのお店側で気になるなって思うのは、結構未だに僕にも連絡来るんですけれども、ノルマ何枚でこの日のイベントライブしませんかみたいな、ノルマありきでオファーをかけてくるお店が結構あったりするんですよ。それはちょっと違うんじゃないかなっていう気がしてます。お金かかるのは仕方ないんですけれども、逆に演者側がこの日にライブしたいんです、ライブハウス側に、お願いをしますと、でライブハウス側がじゃあこういう条件ですね、ノルマ何枚でなら可能ですよみたいなお話がある、それであれば全然問題ないかなと思ってるんですが、逆にオファーする、お店側からオファーしてるのにもかかわらずノルマを課すっていうのは僕はちょっといかがなもんかなっていう、そういったね、お店側の問題も、あったりします。結局どうやってその溝を埋めることができるかっていうのをちょっと僕なりに考えてみたんですけれども、お店側もいろいろやってほしいことはあるんですけれども、まずは演者側がお金のことをもうちょっと意識してほしいというか、そういったところを理解深めてほしいなっていうのが、一番強いと思います。つまりは、演者自身、あとはお店側ですね、どうやって利益が出るかとか、費用対効果とかね、そういったところを、もうちょっと意識してほしいななんて思ってます。例えばあんまり考えたことない方多いかと思うんですけれども、音楽やってる側は音楽に専念しとけばいいんだと、そんなお店の経費いくらかかるとかそんなんしたこっちゃないと、考える必要ないみたいなことも、そういった意見も中にはあったりするんですけれども、シンプルには演者側がその日出演したライブのイベント、お店がどれだけお金をかけたかっていうところを想像してあげるっていうのが一番早いかなと思います。例えばですよ、大概にブッキングライブ言うて30分の持ち時間で、4組とか5組出るっていう、ブッキングライブっていうのがあったりするんですけど、そのブッキングライブで、2000円かける10枚のノルマが1組にあったとします。そうなると1組、2000円かける10枚で2万円かける5組出たら5組分の10万円がそのお店に入るっていうことになりますよね。でそれプラスライブハウスっていうのは、ドリンク代とか、飲食代も追加で必ずお客さんからいただくっていうようなシステムにしてます。そういうところが多いので、この飲食代についてもいろいろ議論が賛否分かれてたりするんで、またこの辺はまたおいおいお話ししたいと思うんですけど、結局のところその演者に課したノルマ分プラス、飲食代は確実に、保証されるわけですね、お店側は。なのでその日の1日の売上としては10万円以上は少なくとも入ってくる見込みになるわけなんですね。で
そのお店側に入った10万円が一体どこに割かれているのかっていうところを想像してみるのがいいと思います。例えば僕だったら機材の様子とかスタッフの動きとか見ますよね。ボロボロの機材使ってるところ、やる気のないスタッフが一人だけいました。こんな状況でお店側に10万円以上の売り上げはボーンと入るっていうのは、これはちょっとおかしな話じゃないかなみたいな風に思えるわけですよね。まあそういった形でお店の機材だとか、あとはまあスタッフのそういう人員体制とか、そういったところもチェックしてみるのがいいかなと思います。あとはそうですね、まあ今言ったみたいに一組10枚のノルマを課して、5組演者が出る、なので最低50人の集客は見込んでるっていうような形になってるのにもかかわらず、お店のスタッフがその50人をさばけるようなスタッフじゃないみたいな、それも僕的にはあのね、問題があるかなと思ってます。鼻からそれノルマだけ回収する気で50人見込んでないだろうと。50人入れるとしたらスタッフ1人とかでは多分あの回せないと思うので、まあ例えばの話ですよ、そういうノルマで合計何人会場に入れる想定でいるのかっていうところも想像してみると、あ、絶対これ店側50人全員来るって思ってないやろみたいな、そういうところも見えてくると思います。そういうところ想像するところですね。あとは逆にですね、あのノルマがないとか、あの少なめに設定してるってところもたくさんあったりします。そういったケースの場合もお店がどれだけ負担してるかとか、お金がかかってるかっていうのも想像してみるのもいいと思います。というのもノルマなかったり少なめだったりすると集客努力をしない演者が多いんですよ。下手すると本当にね、お客さん全くいない中でライブをしないといけなかったりするところがあるんですよ。お客さんいなかったらお店の売り上げ入らないですよね。そういうところを考えられるかどうかですよね。ああ、今日のライブ5組演者出てるけどお客さん3人ぐらいしかいないとかってなって、けどスタッフ2、3人働いてるね、これどうやって売り上げ確保してるんだろうみたいな、そういうところですよね。多分そういうところをちゃんと考えられてる人って少ないんじゃないかなと思ってます。結局ね、こういった形でお金の動きをしっかり理解した上でお店の利益とかね、まああとはそれだけじゃなく演者へのそういう利益とか、まあそういう費用対効果が現れるかどうかっていうのを事前にまあ人に聞くなり、お店のウェブサイトを見るなりして、事前にお店選びをしっかりしておくべきっていうところが、必要になってくるかなと思います。で、例えばね、ここの会場ノルマめっちゃ厳しいんだけど、やっぱ設備がすごくいいし、で、共演者のやっぱり意識とか演奏のレベルもすごい高いし、お客さんもそれなりに入ってるし、自分が呼んだお客さんじゃないけど他のバンドの呼んだお客さん、ファンの方が自分のファンにもなってくれたりとか、CD がめちゃくちゃ売れたとか、まあそういった形でノルマは厳しいんやけど、そこでやったら必ずいい結果が生むっていうものがそのお店であれば出続けていくっていうのは全然ありかなと思ってます。逆にね、そういったこと感じられないようなお店であれば、演者側はむしろそういうところ出たらダメかなと思ってます。もう一刻も早く違うあなたに合うお店を選んであげる必要があるかなと思ってます。で、あとはそのライブハウス側、まあライブハウスの方にもやっぱお願いしたいなと思ってるのは、まあやってるところも多いと思うんですけれども、まあやっぱうちのお店でやったら、あの演者の皆さんにとってはこれだけのメリットがあるんですよと、これだけのいいことがあるんで、まあノルマはかかるけど絶対出てあなたに損はないですよっていうような、こういった PR の仕方もあの積極的にやった方がいいかなと思ってます。で、今言ったことをですね、やっぱりライブハウス側もあの演者側もしっかり理解することで、やっぱり自然とね、あのお店と演者の信頼関係が築けると思うので、まあそうすることによってね、まあ、そこから先あの双方にとってより良い条件で、まあ、ライブを進めたりってことができるかなと思ってます。はい、では最後になりますけれども、まあ、今言ったのはこれまでの形なので、まあ、今後になってくるとやっぱりこの新型コロナウイルスの、まあ、こういう感染症の問題で、これまでのようなライブハウスの運営っていうのは、まあ、ほぼ間違いなく無理だと思うんですよ。今までお客さんパンパンに入れてたところでやってたのが、そういうのも多分あのできなくなっちゃうと思うんですよ。まあ、1日にね、それだけたくさんの集客を求めてライブをするっていうのが無理になってくる。できる限りその3密を回避すべくっていうような形でライブハウス側も、運営していくような形になると思うんですけれども、この辺の感染症対策をしっかりできてるかどうかっていうのを演者側はあらかじめ確認するっていうのがポイントになってくると思います。あとはそうですね、ノルマの数とかも気にした方がいいかなと思います。去年とか一昨年まではノルマ10枚できてました。新型コロナの問題があって緊急事態宣言解除されて6月から再稼働するってなってもノルマの数が一緒ですよ。これは多分おかしな話だなと思ってます。だってさっきも言った通り、お店側には極力お客さんを詰め込まないように
しないといけないので、ノルマの数が変わらないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思ってます。さっき言った通り、その1日の集客の想定ノルマをバンド全体5組全部で合わせて50人の集客っていう風に設定していたノルマを、これをそのまま引き継いで6月もやるっていうのはおかしな話ですよね。半分以下に減らさないといけないと思うので、まあ例えば、まあ、全体の集客を20人とかそんな風に見込んで、一組のノルマを、もっと半分以下に減らすとか、そういったことをしていかないといけないと思ってるので、多分この辺のノルマとか条件とかも事前にちゃんとお店側とすり合わせをした上で今後ライブを決めていくっていう必要があるかなと思っております。でそれで、まあ、例えばお店側がね、いや売り上げ上げないといけないから、ノルマが減らされへんみたいな、そんな風にもなってくるかもしれません。でそうなった場合はやっぱりそこはちょっと出るのはどうかなっていう風に考えた方がいいかなと僕は個人的には思ってます。まあいずれにせよ、その演者側はそのやっぱりライブハウス側に全部任せっきりにするんじゃなくてね、ライブハウス側と演者側とちゃんとこうアイデアを出し合って、まあ、これから そのライブハウス運営とか、まあ、そういったところにしっかりシフトしていく必要があるかなと思っております。まあ、今本当にライブハウスとか演者の利益とか、まあ、そういった形で演者とライブハウス側のその利益の話をしましたけれども、やっぱりその対策をしっかり打つっていうことは最終的にはお客さん、リスナーの利益につながっていくので、どういう形がお客さんに一番いいかっていうのもしっかり考えていってほしいなと思っております。今回のお話もかなり長くなっちゃいましたが、まあ、ぜひぜひこの機会にじっくり考えていただいて、より良い形でライブができるような形に持っていければなと思っております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、また会いましょう。青ひげ先生でした。